何？どうして？僕はずっと君の顔を見ていたいんだけど。恥ずかしがる君も可愛い。だって昨日までは恋人じゃなかったから。もちろん。でも君はもう僕の宝物だから。フランスでは恋人のことを宝物って意味の言葉で呼ぶんだ。他にもたくさんあるけど、僕はこの呼び方が一番好きなんだ。そんなことない。君は僕の宝物だよ。おい、飯行こうぜ。二人ともどうした？なんか顔が赤いけど。慌ててないか？先に行っててくれる？なんだよ、何かあるのか？うん、帰国のための書類を先生に出さないといけなくて。一回寮に戻って取りに行かないといけないんだ。急いで済ませるから。ありがとう。でも大丈夫。君は二人と言ってて。それじゃ、二人とも後で。おお、早く来いよ。さあ、俺たちも行こうか。やっぱ飯食わないと力出ないよな。なあ、間違ってたらごめん。
ヨウと付き合ってる。なんとなく二人の雰囲気が変わったっていうか、柔らかくなったよ。近くなった。特にヨウがお前に躊躇しなくなったのかな。今までヨウはお前に好きとは言ってたけど、気を使わせたり困らせたりするようなことは言わなかっただろう。そういうのがなくなった感じがする。まあ俺はお前たちの保護者だから。でどうなんだ。幸せそうな笑顔だな。そんな顔初めて見たぜ。なんだよ、のろけやがって。カナタ、こういう時くらいいいだろ。よかったな。ほら、カナタも二人のこと応援できるよな。当たり前だろうが。お前が幸せなら応援するに決まってんだろ。でも寂しくないのか、ヨウと離れ離れになって。友達としても辛いのに、恋人としてはもっとだろ。バーガー、一人で強がって頑張るな。俺と鈴谷がいるだろ。何のための幼馴染だよ。寂しいって言っていいんだ。お前が寂しい時は俺たちが思いっきり笑わせてやる。カナタもたまにはいいこと言うんだな。たまには余計だ。でもカナタの言う通りだぞ。俺たち幼馴染なんだから。お前以上にきっとヨウは寂しいだろうな。一人で帰るわけだから。あいつのことだから何でもないふりをするだろうけど、きっと寂しいだろうから支えてやれよ。お前のことは俺たちが支えるからな。カナダ、ああ仕方ねえからな。俺たちも力貸してやるよ。
マジで泣いてる。お前も女の子だったんだな。こら、カナタ、泣かせるなって。俺かよ。あのさ、人の彼女泣かせないでくれる？うん、遅くなってごめんね。誰に泣かされたの？カナタ？なんでこういう時全部俺なんだよ。大丈夫、ちょっと前から聞こえてたから。本当は僕から二人に言いたかったんだけど、先越されちゃったみたいだね。立ち聞きしてんじゃねえよ。ほんと、お前っていい性格してるよな。出るタイミングが見つからなかったんだよ。でも二人の言ってくれたこと少し感動した。ありがとう。そんなの当たり前だろ。つうか、素直なようは気持ち悪いな。人が素直に言ってるんだから察してよ。本当に頭弱いね。お前な。ま、それでこそようだな。二人が大切に守ってきた人を横から奪うみたいで悪いけど、絶対幸せにするから。でももう僕の彼女だから奪おうなんて考えないでね。ようになら任せられるよ。俺らでも手を焼いたじゃじゃ馬だぞ。覚悟しとけよ。まあ怒んなって。けどこいつ泣かせたら絶対許さねえから。右に同じ。もちろんそのぐらいの覚悟ようにはあるよな。当然。いろんなことに全力で頑張る君が好きだよ。本当は君を独占したいけど、僕は君が終わるのを待ってるから頑張っておいで。お疲れ様。
君と少しでも一緒にいたいからね。君が喜ぶなら世界中の星を集めて君にあげたいくらいだよ。そうだね。残念だけど星をプレゼントするのは無理かも。だけどその代わりに、僕は君にキスをあげる。ごめんね。それじゃあ今度からはキスしようって君に聞く。君は恥ずかしがり屋さんだな。まだこの手を離したくない。このまま永遠に君の手をつないでいたいけど、さすがにそれは無理だよね。君と離れたくない。本当は不安でたまらない。せっかく君を手に入れたのに他の誰かに奪われたらって思うと怖くてたまらない。僕はきっと君に寂しい思いをさせてしまう。寂しさで君を泣かせてしまうかもしれない。それでも君と一緒にいたい。君の隣を歩いていたい。この手をつないでいたい。ありがとう。僕は本当は強くなんかないんだ。でも君がいるから強くなれる。だから僕は前へ進むよ。君とずっと一緒にいたいから、君をあんまり待たせたくはないから。そうだね。一緒に前に進もう。肩を並べてこうして手を取り合って二人で歩いていこう。僕たちの未来へ。
うん、大丈夫。君を待っている時間は好きだから。大丈夫だよ。君の手が温かいから。君と手をつなげるだけで僕は嬉しいんだ。気にしすぎだよ。これからは僕が君を待たせてしまうんだから、今は僕が君を待っていたいんだ。君からのごめんねはもう聞きたくないから。せっかく一緒にいるんだから楽しい話をしよう。星もこんなに綺麗に輝いているんだからもったいないよ。どうしたの？少し顔が曇ってるよ。はい、空いてます。でもなんでこんな時になるかな。すごく恥ずかしい。君に可愛いって言われても嬉しくないよ。もうそんなこと言わないで。僕をからかうそんな悪い口には。君が僕をからかうからだよ。これでお前子ね。本当に？どうしたの？スズヤに明日お礼を言わないとな。おにぎりもらっていい？おにぎりおいしい。
スズヤのおにぎり、フランスに持って帰りたい。このまま荷物と一緒に詰めちゃおうかな。残念。本当に持って帰りたいものほど置いていかなくちゃいけないんだから。ね、そんな悲しそうな顔しないで。君とキスした思い出はちゃんと持って帰るから。ねえ、この望遠鏡覚えてる？覚えててくれたんだ。僕と君をつないでくれた思い出の望遠鏡、君に会いに来るときにお守り代わりに持ってきたんだ。君を見つけられるように。僕はこの望遠鏡でたくさん星を見つけた。それに君も。うん、そうだね。そしてこれからも僕のそばにいて。これだけは言わせてほしい。僕たちは初恋同士だ。ましてや遠距離恋愛なんかしたことがない二人がこの先ずっと一緒にいるためにはたくさんの努力が必要だと思う。でも僕は君と一緒にいるためなら何でもするよ。君と一緒にいられるための努力なら惜しまないつもりだ。ありがとう。そう言ってもらえて僕はすごく嬉しい。遠く離れて僕の気持ちが見えなくなったら言って。その時は君への思いを花束にして届けるよ。心からの愛の言葉を添えてね。それで一つお願いがあるんだ。
ずかしがり屋な君のことだから難しいとは思うけど、たまには僕に聞かせてほしい。君の僕への愛の言葉を。ゆっくりでいいんだよ。これからずっと長い時間を共に過ごすことになるんだから。よう、帰る前にちょっといいか。今日の夜空いてない？二人とも改まってどうしたの？せっかくだから男同士語らうのもいいかなと思って、陽の部屋にお泊まりしようかってカナダと話してたんだ。僕の部屋で？お泊まり会はカナダの部屋でやるのが恒例じゃなかった？たまには場所変えねえと。マンネリ化防止だよ。別に俺の部屋でもいいけど、お前ら掃除しろ掃除しろうっせえし。それじゃあ夜陽の部屋に行くからよろしくな。うん、楽しみにしてる。カナタ行儀悪いよ。せっかくスズヤが夜食作ってきてくれたんだから座って食べたら？たまにはいいだろ。なんだよ、夜までスズヤみたいなこと言いやがって。俺だって言いたくて言ってるわけじゃないよ。カナタのためを思ってだな。なあ、待ってる。分かってるから説教は勘弁だぜ。僕がいなくなった後のスズヤが大変そうで心配だよ。カナタ、あんまりスズヤに迷惑かけるなよ。いいえ、俺には日本にもフランスにもおかんがいるみたいだぜ。正確には要はフランスに帰ってからすぐにアメリカに行くから、アメリカのおかんってことになるな。それなんか嫌だよ。かっこよくない？アメリカのおかん、略してアメリカン。カナタ、それ面白くないから。僕も絶句。こんなにつまらないことを言えるなんて、これもある意味才能だよね。うるせえ！俺も後悔してんだよ。け、言うんじゃなかったぜ。カナタでも後悔することあるんだ。カナタは単細胞生物だからすぐ忘れてるのかと思ってた。な、誰が単細胞生物だ？誰が？はいはい、そこまで。夜食まだまだあるからおしゃべりしながら食べよう。お、さっきのおにぎりも美味しかったけど、こっちもうまそうじゃん。カナタはすぐに餌付けされちゃうね。お前こそよだれ垂らしてんじゃないのか？あんだけ食べたのにまだ食べるのかよ。よだれ垂らすわけないだろ、カナタじゃないんだから。お前らいい加減にしろよ。まったく、顔合わせば喧嘩ばっかりして。まあそれがお前らの愛情表現だから仕方ないか。そんなんじゃねえ、気持ち悪いこと言うな。そうだよ、彼方に愛情表現するなんてもったいない。僕の愛は彼女にだけ向いてるんだから。それはそれでムカつく。ははは、お前ら相変わらずだよ。そういや、出会った時から喧嘩してたもんな。だってよ、今でこそ慣れたけど、こいつ気ざったらしいことばっか言うし、あいつにベタベタするし。
ムカついて当然だ。僕だってムカついたよ。彼女と仲良くしたいのにすぐ邪魔するし、ガサツで乱暴だし。それが今じゃ無二の親友なんだから、運命というか星の巡り合わせというか。最初はカナタとスズヤが羨ましくて嫉妬してたよ。幼馴染3人組の絆はすごく固くて、僕に入り込む余地なんてないと思ったからね。バカ、俺たちはもうとっくに4人組だ。ああ、ヨウと過ごした時間は短いけど、今では昔からずっと友達だったように思える。彼女が僕たちのことも結びつけてくれた。照れくさいけど、カナタとスズヤと友達になれて本当に良かった。背中が痒くなるようなこと言ってんじゃねえ。あれ、カナタ泣いてるのか。な、泣くわけねえだろ。つがよ、あいつのこと絶対泣かすなよ。もし泣かしたら俺がボコボコにしてやるからな。彼女を悲しませるような真似は絶対にしない。カナタとスズヤに誓うよ。二人が大事にしてきた彼女を僕は大切にする。都合がいい話だと思うけど、カナタ、スズヤ、僕がいない間彼女をよろしく。ああ、任せろ。だから安心してフランスへ行け。うん。本音を言うと寂しい思いを彼女にさせてしまうと思うけど、それでも一緒にいたいんだ。のろけてんじゃねえよ。あいつのことは俺たちに任せろ。ヨウがあいつを迎えに来るまで俺たちが責任持って守るからさ。ありがとう、カナタ、スズヤ。あ、メールだ。父さんからだな。お父さん、なんだって。空港まで迎えに行くから飛行機の到着時間を教えてって。ヨウがフランスに帰る日まであと2日か。何しんみりしてるの。カナタらしくない。うっせ。まだ2日あるだろ。今は別れる寂しさよりもみんなで過ごす時間を楽しもう。そうだね。僕こんなに名残惜しいと思うのは初めてだよ。友達ってすごくいいものだね。お前がいなくなると寂しいよ。憎まれ口を叩く相手がいなくなるからな。僕も寂しいよ。カナタの面白い顔が見られなくなるから。だ、誰の顔が面白い顔だって。こんな男前他にはいないぞ。カナタ、鏡見たことあるの。それに本当の男前は自分のことを男前だって自慢しないと思うんだけど。うっさい、自慢する男前もいるんだよここに。ヨウに一本取られたな、カナタ。ってこんなやりとりももうできなくなるんだな。ヨウのことはムカつくけど、俺はこのやりとりが嫌いじゃなかったんだぜ。カナタ、急に真面目なことを言わないでくれる。調子が狂うよ。一生の別れってわけじゃない。その気になればいつだって会えるよ。会ったらカナタとヨウは嫌でも喧嘩するだろうし。うん、そうだよ。仕方ないから相手してあげる。本当にヨウは素直じゃねえな。相手してやってるのは俺の方だっつうの。俺からしたらどっちもどっちだと思うけどな。まあいいや、そろそろ寝ようか。電気消すぞ。おう、頼む。なんか寝るのがもったいないけど仕方ないよね。二人とも
ちゃんと布団かぶったか？かぶってるよ。たく、子供じゃあるまいし。スズヤは本当にお母さんみたいだ。彼女やカナタは当分スズヤ離れはできなさそうだね。スズヤはおせっかいだからな。でもこのおせっかいがないとなんか落ち着かねえ。俺はいい加減親離れしてもらいたいもんだよ。って、何自分で認めちゃってるんだ俺。ついに認めたな、年齢詐称と性別詐称を。カナタうるさい。僕はもう寝るんだから静かにしてよ。彼女の夢を見なくちゃいけないんだから。何が？あいつの夢を見なくちゃいけないんだから。だ、そんな夢見なくていい。邪魔してやる。何すんだよ。こっちに来るな、あっち行けよ。鬱陶しいな。また始まったよ。はいはい、良い子はもう寝る時間だよ。寝ないとお化けが来て食べられちゃうぞ。なわけあるか。小さい頃から騙されてきたから、それが嘘だってもう分かってるんだぞ。あ、カナとお化け怖いんだ。かわいい。なわけねえだろ。うせえ、要はやかましいからさっさと寝ろ。カナタのせいで眠れなかったのに、お化けの話が出た途端これだよ。カナタは小さい頃からお化けが苦手だからな。うるせえうるせえ、お前らさっさと寝ろ。遅刻しても知らないからな。いつも遅刻してるのはカナタだろう。じゃあもういい加減寝よう。カナタ、よう、おやすみ。あ、いや、よう、おやすみ。ボンニュイ。ごめん、待った。そんなの全然気にしないで。君に呼ばれて嬉しいよ。で、どうしたの？準備は完璧。でも忘れ物したら、それを理由に君に会えるかな。どうして？そっか、そうだね。それにこれで本当にお別れってわけじゃないから。うん。ねえ、ところでこれどこかに向かってる？何か様子おかしくない？どこに行くの？
当直って。お、やっと主役のご登場だな。待ってたよ。ほら、早くこっちに来いよ。あれ、二人とも何してるの？遅いぞ、待ちくたびれた。こんなところにみんなで集まって何するの？は？お前も案外おバカだな。陽の送別会に決まってるだろ。そんな、全然気づかなかった。当たり前だろ、内緒にしないと楽しくねえじゃん。さあ、ご飯が冷めるぞ。ヨウの好きなものばっかり用意したから。本当だ、みんなありがとう。嬉しい。喜んでくれてよかったよ。大成功だな。よう、いつまでもそこにいないで、こっちに来いよ。ささ、ヨウ君、一杯お食べ。カナタ気持ち悪い。悪かったな。はいはい、いつまでもじゃれてないで、早く食べなさい。はい。おい、お前さっきからそればっか食ってんじゃねえや。いいじゃん、これはスズヤが僕のために作ってくれたんだから。彼方にそんなこと言われる筋合いないと思うけど。お前、いつまでたっても腹立つやつだな。だいたいこの場所を選んだのは俺だ。ありがとう。心がこもってない。さっきは泣きそうだったくせによ。は？いつ僕が泣きそうになったの？言えてる。だけど、そろそろ止めなきゃな。なあ、せっかくの送別会なのに二人は喧嘩だよ。やっぱりもうご飯作らない方がいいのかな。つーか、何言ってんだよ鈴谷。俺たち喧嘩なんてしてねえしな。うん、僕たちは進め合ってたんだ。
これが美味しいって。それじゃあ俺たちの気のせいか。当たり前だろ、俺たちめちゃくちゃ仲いいから。やっぱり進歩ないな。お腹いっぱい、もう食べられないよ。要は本当によく食べるからな。バーガー、最後なわけねえじゃん。いつでも見上げられる。実際こうして顔は合わせられないけど、フランスも日本と同じようにこうして空が広がってる。このずっと先にフランスの空があって、夜空で俺らはちゃんとつながってる。だから要はフランスで、俺たちは日本で、場所は違っても見上げる夜空は同じだ。カナタ、ロマンチックだな。え、あ、いや、だから。ほんと、カナタはロマンチストだね。だけど、大事なこと忘れてない？国境を越えるわけだから時差が出るんだよ。日本が夜の時はフランスの空はまだ明るいよ。お前らな、人がせっかくいいこと言ってんのに。まあ、そういう考え方嫌いじゃないけど。俺もカナタの言う通り、俺たちは離れてもちゃんとつながってる。寂しくなったら空を見上げる。そうすれば僕たちは一緒でしょ。そういうことだ。うまくまとめたな。お前、いいとこ持ってくなよ。ありがとう。本当に3人に出会えてよかった。バーガー、似合わないこと言ってんじゃねえよ。
さっきロマンチックなことを言ってた人に言われたくない。うるせえな、ほっとけ。それだけ仲がいいっていう証拠だよ。違う。僕、ずっと忘れないよ。三人と過ごした時間や思い出、ここで見上げた夜空の色や星がすごく綺麗だったこと、ずっと忘れない。本当にみんなと出会えてよかった。遅えな。あいつ帰るのが嫌で逃げたんじゃね。カナタじゃあるまいし、そんなこと用がするわけないだろ。それに少し落ち着けって。鈴谷、よく落ち着いていられるな。これで最後なんだぞ。最後だからだよ。みんながそわそわしてたら、用もどうしていいかわからなくなるだろう。だから俺くらいは落ち着いてないと。みんな待っててくれたの？最後はやっぱり3人で見送りたかったから。待ちくたびれて帰るとこだったぞ。ちっけえよ。スズヤ、おまけにカナタ、本当にありがとう。当たり前だろ。誰がおまけだって。だから俺はメインディッシュなんだろ。くそー、俺いいとこなしかよ。よう、これ俺からの選別。フランスでも日本の料理を味わえるように、ようが美味しいって言ってくれた料理のレシピ。これもらっていいの？もちろん。ヨウのために作ったんだから、
もらってくれないと困る。そっか、ありがとう、鈴谷。カナタどうしたの？変な顔。うっせ。俺さよならとか言わねえから。最後じゃねえし、終わりでもねえから。だからまたな。もしかして泣いてる？あ？泣いてねえし、調子乗んな。君のおかげで日本での生活がかけがえないものになったんだ。大げさなんかじゃなくて、僕はそう思う。それは僕のセリフでしょ。だからだよ、念には念を二人に見せつけておかないと。一応言っておくけど、彼女は僕のものだから。寂しがる彼女を慰めて、いつかは自分が、なんて考えないでね。ま、ないとは思うけど。そうよ、何気に自慢かよ。しかも見せつけやがって。まあまあ、ようだってあいつと離れるの寂しいんだ。だからってな、抱きつくが。俺らいるんだぜ。だから言ってるじゃん、二人がいるからやってるの。お前マジで奪ってやろうか。ま、それは無理だよ。ね。ほら、二人ともやめろって。こいつが困ってる。そろそろ時間だ。絶対帰ってくるから。君がそんな顔するから本当に行きたくなくなってきた。
謝らないでって。嬉しいんだ僕。君には僕が言いたかったこと全部伝わっちゃうんだな。好きだよ。この一言じゃ足りないくらい。この手に君を抱きしめてまっすぐに歩けるようになったら絶対に迎えに来るから。なんかするわけないじゃん。僕は今まで君以外好きになったことがないんだ。そしてこれからも。君が好きだって言ってくれた僕の瞳には君以外映らないよ。信じてくれる？僕たちは幸せになる。今はその未来のために少しお別れ。みんなありがとう。今まで僕は人が信用できなかったし、関わろうと思わなかった。人は人で、自分は自分。だけどそうじゃないって、みんなが気づかせてくれた。三人に出会えたから、変わることができたんだ。それは違うだろ。え？要は、もともと人が好きなんだよ。けど、小さい頃のことで傷ついて我慢したんだ。人のこと信用したり好きになったりするな。俺たちが保証する。要は最高の友達だ。だからこれからは遠慮しないでぶつかっていけ。もしかして俺たちの中でヨウのことを一番思ってるのってカナタ？お前ら何ごちゃごちゃ言ってんだよ。最後くらいはいいこと言うじゃん。ありがとう。うん、つうか最後くらいってなんだ。最後じゃねえっつったろ。大体俺はいいことしか言わねえっつーの。でもさ、これが彼方って気がしないか。これ大事にする。今度会うときはここに書かれてあるレシピ完璧にしてくるから、ごちそうさせて。楽しみにしてる。
束して。寂しくなったら我慢しないこと。言っただろ、僕は君がそう思ってくれることが嬉しいんだ。君は僕に甘えていいんだからね。僕の彼女なんだから。またすぐに会える。だから笑って。僕の全てをかけて君を愛してる。ありがとう。そろそろ時間切れだ。絶対帰ってくる。いつになるかわからないけど、またこうして4人で会えるよね。何当たり前のこと言ってんだよ。俺たちも頑張るから、陽も頑張れ。うん、行ってきます。ああ、行ってらっしゃい。
それでは新郎新婦の退場です。僕やりたいことがあるんだけど。恥ずかしいことなんて何もないよ。ずっとこうしたかったんだ。君に触れたくて仕方なかった。こんなに綺麗な人が僕のお嫁さんだなんて、見せびらかしたくて仕方ない。僕の大切なお姫様、これから僕たちは一緒に幸せになっていく。分かり合えないこともあるかもしれない。喧嘩をして君を悲しませるかもしれない。だけどその後には必ず僕が笑顔にするから。きっとこの先、楽しいことだけじゃなくて、悲しいことも辛いことも待ち受けてると思う。だけど僕の手はずっと君とつながってるよ。僕の思いは君だけに向かってるから。何があっても一緒に乗り越えて、それを全部幸せな思い出に変えよう。僕たちにはそれができるって信じてる。君を誰よりも幸せにするから。だからこれからも美味しいお味噌汁をよろしくお願いします。よう、こういう時ぐらいもっとかっこいいセリフ言えよ。おい、カナタ、二人ともおめでとう。幸せにな。ありがとう。でも二人ともまだ式の途中だよ。静かにね。それはお前だっつーの。今日は僕と彼女が主役だからいいの。僕の人生すべてをかけて愛を伝えていくから、この気持ち受け止めてくれる？これからも変わらずに、ジュテ、愛してる。
スターリースカイ、インスプリング、ポータブル、